YouTube チャンネル見てくださってありがとうございます。2年目は筋トレから、今週は肩甲骨意識して動かしていただいています。今日は、肩甲骨少し上の方に持ち上げるような動きをしていきたいんですけど、どういう風にやるかっていうとですね、これまたうつ伏せいきますよ。うつ伏せでですね、手を、横に置きます。で、手のひらは天井を向けます。で、この状態で手を上にこう持ち上げてくるんですけど、腕の力っていうのも背中の筋肉で引き上げてくるので、ちょっと手をお尻の方の上に上げてくるようなイメージです。と、背中の筋肉をぐっと受けます。下ろします。はい、ぐーっと持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。はい、ぐっと上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、背中で持ち上げてるイメージしてください。はい、ぐっと持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、外に持っていかないようにちゃんとお尻側に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。はい、上に上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。はい、ぐーっと持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。背中で持ち上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、どうですか、背中このあたりですね、しっかりとこう引き上げて上げてくるっていうイメージを忘れないでください。これ座った状態でこう持っていくっていうのができます。はい、うつ伏せじゃなくてもできますけれども、うつ伏せの方が腕に重力はかかるのでちょっと重さがかかるんですね。だからちょっと筋トレになるというところです。はい、お疲れ様でした。